ボーイング 737MAX8 型、キースター航空は、韓国の格安航空会社である、U. フライアライアンスの一員。2007年10月、設立。2008年8月、不定期航空運送事業免許を取得した。2009年1月7日、金浦ジュ間の国内線を運航開始。2009年10月、 国際線運送事業免許取得により、ソウル・コタキナバルを結ぶ、初の国際線に就航。2015年、韓国 LCC 史上初、近大中夫妻のホウキタジの運航会社に選定され、南北間の特別チャーター便を運航した。2015年2月、グランドハンドリングを目的とするイースターポートを設立。2016年、 累積利用客数2000万人を超えた。2017年には国際航空運送協会に加入し、現在国際航空運送協会が公認する国際運航安全監査プログラム認証を取得している。2018年、2015年の軍事協会線北側への運航に続き、3回目となる南北間の特別チャーター便を運航した。 2018年8月、タイにタイイスタージェット法人を設立。韓国からタイへ、さらにタイからヨーロッパなど、中長距離を結ぶ路線を計画している。2018年12月、韓国の航空会社として、初となる、ボーイング社の最新型 B737MX-8 を導入した。2019年、健在化した。 ボーイング 737MAX における飛行トラブルにより前年に導入した2機の機体が使用不能となる。2019年、日本と韓国の関係が冷却化したことに伴い、韓国の航空各社は日本のリーレビンを次々と運休させたが、イースター航空は2018年実績で国際線の46%が日本行きであったため経営面に、 大きな打撃を受けることとなった。イースター航空の社内向けウェブサイトには、一時、国内外の状況が原因で、数百億ウォンの損失を抱え創業以来、最大の危機にあるとする最高経営責任者のコメントが掲載されたほか、経営陣は、客室乗務員らに対して今年後半に最長4週間の無給休,休暇を取得するよう要請した。 その後、大株主のイースターホールディングスが売却に向け交渉していることが明らかになり、2019年12月18日、ライバルのチェジュ航空が同社を買収することが発表された。しかし、その後も新型コロナウイルスの流行など悪材料が続き、2月の給与が40%しか支払われないなど苦境に陥っており、 LCC 他社と共同で政府に緊急金融援助を要請した。2020年3月2日、チェジュ航空との間で545億ウォンで株式売買契約書を締結した。3月9日、日本政府の入国制限措置により、日本路線が全路線運休し、国際線の運行が中断。さらに、3月24日からは国内線の運行も中断し、 韓国の航空会社では初めて全路線が運休する事態になった。チェジュ航空との合併条件をめぐる対立から予定されていた買収契約は延期されており、3月からはリース費用未納で保有期の内動きがリース会社に返却されている。7月23日、チェジュ航空は買収条件として求めていた従業員への未払い賃金の支払いなど、 懸案事項が解消されなかったとして、イースター航空の買収を取りやめると発表した。8月28日、再度ド M&A を推進するために、全社員の6割にあたる700人規模の人員削減を実施することが発表され、この日より早期退職者を募集することになった。9月6日、航空機6機の運航に必要な人員数約590名を除き、 605名へ10月14日付で整理解雇を通知した。2021年1月、会社構成手続きを申請した。2021年6月24日、不動産大手のソンジョンが買収することが発表された。2019年8月現在機内では、水、またはオレンジジュースが提供される。他に、軽食等の有料販売がある。また、 国際線において、機内免税品販売を実施している。2021年1月現在。ありがとうございます。